おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。フィリピンとオーストラリアの軍隊は2023年9月3日にオーストラリアの北部地域チャンネル諸島で行われた3週間の二国間演習で地上突撃作戦を実施しました。この演習では共同軍事部隊が模擬の標的に対する攻撃を実行し、想定された脅威を撃退しました。フィリピン陸軍の広報官コロネルゼルクセス・トリニダードは、エクササイズカラバルー2023は都市環境での戦術協調と生存能力、殺傷能力、指揮統制の強化を図りつつ、多国籍複合兵力チームの総動員要請を向上させますと述べました。138人のフィリピン兵士がこの演習に参加しました。エクササイズカラバルーはオーストラリア陸軍の年次多国籍訓練活動であり、大規模な実力対実力の環境で沿岸組み合わせ兵力の操縦をシミュレートするものです。フィリピン軍とオーストラリア軍は2023年8月31日に初の二国間演習であるエクササイズアロンを終了しました。この演習はオーストラリアのインド太平洋エンデバープログラムの一環で行われました。エクササイズアロンは2年ごとに行われる予定です。またフィリピン空軍は次の3年間でさらに32機のシコースキ 70i ブラックホークヘリコプターを取得する予定で、これにより世界最大の S70i オペレーターとなります。これはロックヒードマーチン所有のシコースキーエアクラフト社によるものです。現在フィリピン空軍は15機の S70i ブラックホークヘリコプターを保有しています。シコースキーは以前アジアエアロスペース社と国際的なリセラー契約を締結し、フィリピンでブラックホークヘリコプターの予備部品の販売及び修理サービスを提供する唯一の正規装置メーカーになることを発表しました。フランスのネーバルグループは2隻のフィリピン海軍フリゲートに対抗魚雷モジュールを装備しました。ネーバルグループはフランス大使館を通じて発表した声明で、当社の幅広いポートフォリオはフィリピン海軍の発展から世界クラスの潜水艦部隊の構築まで幅広い機会を提供しますと述べました。コントラルト対抗魚雷反応モジュールは2023年8月31日にフィリピン海軍の2隻のホーゼリザル級フリゲートのシーガード模倣発射システムに取り付けられました。コントラルトモジュールのテストは2023年8月31日にスビックアッチラベイで行われました。以上です。続いてのニュースです。ジャカルタ、アジア太平洋経済協力会議に参加した後、フィリピン大使館ワシントンは大統領マルコスの西海岸都市およびハワイへの訪問を調整しています。このアジア太平洋経済協力会議は11月にカリフォルニアで開催されます。大統領のスケジュールは再び非常にタイトになるでしょう。アジア太平洋経済協力サミットは実際には11月15日から18日まで開催されます。その後大統領は西海岸の別の都市を訪問し、そこからホノルルへの短期滞在、短期訪問を検討しているかもしれませんと、アメリカのフィリピン大使ホセ・マヌエル・ロムアルデスは先週火曜日に記者団に語りました。しかしこれらのスケジュールは全て調整中ですと彼は付け加えました。ロムアルデス氏はマルコス氏と彼の家族が1986年のピープルパワー革命によって大統領職が突然終了した後、亡命したフィリピン系コミュニティがハワイに多数存在すると述べました。当時の大統領コラソン・アキノ政権は1991年にマルコス一家にフィリピンへの帰国を許可しました。マルコスは潜在的な投資家との多くの会議も希望していると大使は述べました。彼が特にアメリカに行く場合、多くの企業からフィリピンに対する関心が高まっていますとロムアルデス氏は付け加えました。
この特使によれば、シリコンバレーのテクノロジー企業は、大統領と会うことを非常に熱望しており、大統領は政府取引におけるデジタル化の重要性を繰り返し強調しています。金融機関からもかなりの数の要請があります。西海岸に本社を置く製造業者もおり、モジュラーニュークリアパワープラントに関する議論の後続と、西海岸に拠点を置くいくつかの企業も存在しますと彼は付け加えました。カナダのジャスティン・トルドー首相は、大統領マルコスを来年カナダへ招待し、両国の外交関係75周年を祝うために招待しました。大統領府の声明によると、トルドーはマルコスとの二国間会議の際にこの招待を述べました。この会議は第43回東南アジア諸国連合アセアンサミットと関連サミットの合間に行われました。来年、私たちは外交関係の75周年を祝っています。しかし、現実は両国間の貿易関係、経済関係はますます発展し、投資の機会、人の往来も増加していますと、カナダの指導者は大統領府に引用されました。フィリピンとカナダの外交関係は1949年に始まりました。情報は以上となります。最後までお付き合いいただき、大変ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ、大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。では、ごきげんよう。